ブザーンスキー ENA は、ハンガリー出身のサッカー選手、サッカー指導者。ポジションはディフェンダー。1950年代にマジックマジャールと呼ばれた、ハンガリー代表の一員であり、クラブレベルでは、選手生活の大半を、ドロギバーニャースで過ごしリーグ戦、通算274試合に出場した。また、当時の代表選手の多くがブダペストを本拠地とする。 クラブに所属する中で、それらのクラブに所属しない唯一の選手だった。ハンガリー代表としては1950年11月12日のブルガリア戦で代表デビューをすると、1956年9月16日のユーゴスラビア戦でシりぞくまで国際 A マッチ48試合に出場した。1952年ヘルシンキオリンピック金メダル。 1954年の FIFA ワールドカップスイス大会準優勝に貢献した。1953年にウェンブリースタジアムで行われたイングランドとの親善試合にも出場した。現役引退後は指導者の道へ進み1960年代から1970年代にかけてフルスのドロギバーニャース、エステルゴミバシャッシュ、フェイスペドサーリットオークの監督を務めた。 1996年には、ハンガリーサッカー協会の副会長を務めた。マジックマジャール最後の存命者だったが、晩年は、前立腺の問題などを抱え2014年12月に、既得状態となり、2015年1月11日に89歳で、病没した。ありがとうございます。